リアリティアップデートショーケースへようこそ。この番組ではリアリティの最新情報を皆様にお届けする運営による番組です。今回ですね、なんと世界12言語に字幕を対応しております。わーい、わーい、わーい。12言語。そう、前回の運営番組を見ない人は お気づきかもしれませんが、最近あのリアリティもユーザーさんすごく海外で増えていて、運営番組の中身もですね、ちゃんと皆さんに、あの全世界の皆さんに伝わるようにしなきゃいけないということで、12言語版でお送りしていきます。ということで、今回司会を務めるプロダクトマネージャーのムクドリンです。本日はよろしくお願いします。では本日の出演者をご紹介します。まずはリアリティの CEO DJ リオちゃん。はい、よろしくお願いします。わー、そして続いては、リアリティのプロダクトマネージャーファンファンさん。はい、ゲームを担当しています、プロダクトマネージャーのファンファンです。よろしくお願いします。また運営だったのかという声が聞こえそうですが、運営だったのか、確かに運営バレしてなかったの今まで。運営になりましたというふうにお伝えしてます。あ、なるほど、だったら大丈夫だね。結構ね、ちゃんと毎日配信されてますよね、ファンファンさんね。はい、よろしくお願いします。はい、では続いてエンジニアのメタルおじさん。はい、リアリティのアプリ開発をしてますメタルおじさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メタルおじさんですね、なんとエンジニアだけじゃなくて、ちょくちょくリアリティの PV とかのメタル楽曲を提供いただいたりしております。はい、この間もちょっと出ましたね、メタルのやつが。あ、そうですね、結構特急で曲を作ってくれるので良くないなと思いながらお願いしてます。書き下ろしだったの？書き下ろしだったのあれ。いや、あれは別に書き下ろしではないですよ。昔使ってたやつで、あ、なんかそれっぽい雰囲気のやつがあるなと思ったから。ありがたい、ありがたい。多彩な社員が多いです。多彩な社員が多いです。権利は全然問題ないです。大丈夫です。イエーイ、ありがとうございます。では、デザイナーの K 夏子さん。はい、アバターのデザイナーの K 夏子です。ありがとうございます。そしてもう一人デザイナーの長峰さん。はい、アバターのデザイナーの長峰です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お二人ね、1年前の番組でも出演いただいたかと思います。では続いてですね、順番に今回のリアリティのアップデートを紹介していきたいと思います。まずはこちら、キャンペーン情報。イエーイ。年末年始といえばね、年末年始といえばのやっぱキャンペーンがたくさんございますよね。ということで、まあ、すでに一部始まっていますが、改めて年末年始はリアリティ2021から2022のキャンペーンの中身いくつか紹介していきたいと思います。まず一つはですね、こちら、2022新春ゴージャス福袋ガチャ、3000コインで10連ガチャが引けます。3000コインで10連ガチャ引ける。福袋って日本以外の人に伝わらないかもしれないけど、ちょっとちゃんと翻訳されることを前提に、翻訳されることを前提にここで皆さんにお伝えしておくとですね、日本では古来よりお正月にとってもお得な詰め合わせパックを買うという習慣がございまして、それです、それです。ガチャ、いろいろ人気なガチャが多分入ってる感じですね。そうだね。そして、まあ、お得に福袋も入手いただけるんですが、やっぱりまあ引き足りないという、そんな皆様のために、なんとログインボーナス、ガチャチケがログインするだけで1日1枚もらうことができます。毎日もらえる、すごい。毎日もらえるのすごい。なので年末年始やったやった過ごしていただければと思います。はい、ということで、まあ、2021年ね、ちょっと簡単に振り返ると、今年、まあ、やっぱりイベントもたくさんあったんですが、パンパンさん、なんかこちらちょっと一部なんですけれども、なんか印象に残ってるイベントとかありますか？そうですね、クマさんぬいぐるみの獲得イベントが、そのめちゃくちゃ羨ましいなと思ってずっと見てました。おー、ファンファンさん、ぬいぐるみ自体はもうご覧になられてらっしゃる？そうなんですよ、僕はオフィスで置いてあって、どうしたら可愛くなるかの過程まで見ていたんで、めちゃくちゃ欲しいなと思ってます。これクマさんのぬいぐるみだって、全部で何回プロトタイプしたんだっけ？結構時間かかりましたよね。 3回4回ぐらい。3回3回ぐらいですかね、うん、足掛け2年くらいかかってなかった？2年はかかってないです。1年ぐらい、まあ、やっぱりなかなか人と会えない時期とかも増えちゃったので、結構時間がかかりましたね。なかなか結構大きいですよね、抱えるぐらいの。そうですね、多分30センチぐらい。結構手触り良かった気がします。30センチって、ね、手触りもふわふわ、結構手触りが、そう手触りが良かった、ですね。皆さんこうベタベタ触って可愛いなって思いますね。
まあ、まだちょっと第1回の入賞者の方の手元には届いてないんですが、お楽しみにいただければと思います。多分第2回以降もあるんじゃないかなと思っております。そしてですね、まあ、このイベント系なんですが、来年ちょっとこんなことしたいなっていうのをご紹介します。まず一つ目はイベント入賞者へのインタビュー。まあね、なんか例えばリア学のイベントなんかはちょっといくつかやってはいるんですが、やっぱりイベントってあの配信者さんそれぞれのドラマだったり思いだったりがあると思うので、ちょっとねそういったのをいくつかのイベント、まずは日本からになってしまうと思うんですが、インタビューをしてアプリ内でねお知らせしたりとかしていきたいなと思っています。そして、やっぱりですね、日本以外、まあ今年もいくつか日本以外の方も参加できるイベントを開催したんですが、もっともっとねやっぱり世界中でいろんなイベントを増やしたいなと思っています。ゆうちゃん、なんかこう海外でこれやりたいみたいなイベントありますか？やっぱりタイムズスクエア出演イベントじゃないですか。あー、いいですね、すごいタイムズスクエア、いいですね。あとはあのリオのカーニバルとかに出るとか、あー、なんかそういう系。なるほど。そうですね、海外、来年ねグローバルにいろいろイベントを作っていきたいですね。ということでここまでがキャンペーン情報でしたが、続いてがこちら、新機能情報。まずですね、2021年たくさん出たんですが、いくつかちょっと振り返っていきたいと思います。こちらね、前半に登場した機能一部なんですけども、配信の検索機能、誕生日機能、配信の結果が見れるという機能が前半に登場しておりました。いろんな追加したね。ちょっとね、これ出るまではやっぱ1年前まで配信の検索できなかったんだっていうので、どうやってみんな配信探してたんだろう。ひたすらおすすめ欄スクロールする系とか、まあ、あと結構よく聞くのはツイッター経由とかですね。あ、ツイッターからね。なんかツイッターで好きな楽曲アーティストを調べてたら、それを配信してる人がいて、そこからリアリティ、すごい。あー、なるほど、ね、今はね、なんか歌枠とかそういうの探しやすくなったもんね、検索機能できたから。そうですね、僕も結構好きなアーティストのタイトルとかでたまに配信検索したりしますね。そして後半ですが、こちら後半もたくさんありました。まずはコインがお得に買えるリアリティ4ウェブ。そして、まあ、今年の夏頃に登場したんですが、リアリティをね、こうワールド上を歩けるリアリティワールド。ちょっと直近もね、冬のバージョンのワールドがリリースされたりしていました。そうそう、今もね、冬ワールドリリースされて、みんななんか楽しく遊んでますね。そして、友達と話せるビデオチャット、こちらも本当につい最近出たのかな。ちょっとこちらについてですね、結構開発関わっていた、メタルおじさんにお話伺いたいんですけど、やっぱり大変でしたか、こちら。そうですね、これ多分半年ぐらいかかりましたね。夏ぐらいからビデオチャット対策だ、はい、夏ぐらいから開発っていうか、まあ、研究開発みたいなのを始めてですね、ビデオチャットについてちょっと簡単に説明しますと、8人まで1つの部屋に入って会話をすることができるっていう機能です。コラボだと、まあ、4人なんですけど、ビデオチャットだと8人まで会話できます。これってコラボと違って配信されてないんですよね、はい、そうなんですよ、配信とは違って、あの8人の配信ではなくて、うん、そのビデオチャットの部屋みたいなイメージです、うんうん、じゃあいわゆるその LINE とかインスタとかについてるビデオチャットと同じ機能ってことですか？そうですね、ただ相互フォローなどがビデオチャットやっていると、そのやってるよっていう情報が見えるので、そこから入室することができます。おお、あのツイッターのスペーシーズみたいなやつかな。そうですね、なんかそういうツイッターのスペーシーズとか、そういった機能に近いものだと思います。おほほほ、なるほど。ライブ配信以外の楽しみ方もいろいろ増えていくということですね。そうですね。で、これ結構大きな機能、大きめな機能ですので、まだちょっと一部の方限定で開放しているんですけど、そのうちユーザーの皆さん全員使えるようになる予定ですので、楽しみにしていてください。早く使いたい。そうそう、今はね、ちょっとしばらくは一部限定公開でテスト中ですので、触れたラッキーな方はぜひご意見をお寄せください。ぜひぜひお待ちしてます。はい、ということで2021年もね、新機能盛りだくさんだったんですが、ここからは来年2022年の新機能一部紹介していきたいと思います。何が来るのか、わーい。
まず一つ目はですね、で、まあ、すでにもう皆さんあの一部隠し機能的に使ってる方がいらっしゃるんですけど、やっぱり配信中に着替えたいということで、配信中に着替えられる機能がついに登場します。生着替え機能だ。生着替え機能だ。マイク着替え。生着替え機能だ。やっぱね、特にね、ガチャとかを引いた後にちょっとここのアクセサリーとあのアクセサリーに合わせたいなっていう時に、配信止めるのもなーっていうのが多かったので、うん、ここからは配信中にいくらでも着替えることができると。これあれですね、あとあの人に相談しながらアバターのコーディネートをこう自分でいろいろ試せるわけですね。ああ、そうですね。確かに。そう、視聴者さんにそう、これでどうかなとか、こっちの方がいいかな、はいはいはい、こっちの方がいいかなみたいな話をできるってことだね。そうですね。いや、なんかもっと配信の楽しみが広がるかなと思いますが、ね、あれですよね、彼女にこうコーディネートしてもらうような体験が配信でもできちゃうみたいな感じですよ、ね。なるほど。お得だ。お得だ。お得？お得だ。お得？お得だ。お得だ。そういう体験を確かにドキドキができちゃう。服をあのコーディネートしてもらって意見を聞きながらやるってなかなかできない体験だもんね。うん、めちゃくちゃ楽しいですよね。そんな甘酸っぱい体験した記憶があんまりない。それまで提供してくれるなんて、めちゃくちゃしてそうなのに。リアリティ素晴らしいサービスだな。リアリティ、ね、なるほど。まあ、でも本当にね、コーディネートやっぱりこれだけアバターアイテム増えてくるとコーディネートも無限大なので、結構上手い方にいろいろ教わりたいですよね。確かにね、意見欲しいね。うん、特に 色の組み合わせとかってね、結構センスが必要です ね、 ですよね。確かに。はい、ということで、まあ、配信中に着替えられるというのを今予定しております。そして、まあ、配信といえばですね、やっぱりこう配信中にちょっと席を外したりとか、まあ、新しく来た人に今こんな話してるよっていう紹介をしたい、そんなあなたに向けた新機能がこちら。配信中に固定メッセージが出せると。おお、これは待望のやつだ。待望のやつ、ね、これよくこういう希望ね、ずっとね3年ぐらい前からこの希望もらってましたよ。そうですね、3年ぐらい前からやっぱり3年ぐらい前から言われてた。ようやく、うん、僕もね結構配信しててこういうの欲しくなりますね。ちょっと一瞬席外したい時ってやっぱどうしてもあるんで、はいはい、戻ってきたらあもういなくなってるみたいな。そうだよね、なるもんね。あと配信してるの結構定期っていうメッセージを使ってる人とかいますもんね。そうだね、自分でチャットでね、うん、やってくれてる人もいるけど、うん、ただそれもね結局チャット書き込めないといけないから便利になるね。待望の新機能、便利ですね。やっと出ますということでございます。さあ、そして、今回ですね、まあ、配信の機能を紹介しましたが、まあね、皆さんもお気づきかもしれませんが、何度も言いますが、今回の番組なんと12言語で字幕を配信しております。つまりということは、リアリティも全12言語に対応予定です。12言語すごいね。12言語、英語、日本語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、ロシア語、インドネシア語、ポルトガル語、フランス語、マレー語、韓国語、反対字の全12言語でございます。ウクドリさん、このうち何言語喋れるんですか？このうちですね僕はですね、日本語だけですかね。英語はやっぱ弱いですね。すごい。誰も12、ボンジュールぐらいはいけます。うん。僕たちもね、社内でも誰も12言語喋れないと思うんだけど、アプリはちゃんと12言語対応すると。うん、大丈夫かな。ちょっと間違ってるところがあったらぜひ教えてくださいという。ね、そうそう。今までは日英の2言語しか対応してなかったんだけど、うん、あのいろんな日英以外の言語のユーザーさんもすごい増えてきたんで、今回12言語対応するということで。もうすぐ出る感じですよね。これはそうですね、結構早いんじゃないかなと思っております。ほらほらとか、まあこそうですね、ほらからこれこんにちはを全部集めたんですよ。ニハオとか、うん、アニハセヨとかかな。ね、大ね、大ハロということで、もっともっとリアリティが世界中の方に使いやすくお届けできればと思っております。はい、そして続いての大幅アップデートはこちら、リアリティのチャット機能が大幅進化予定です。スタンプ欲しい。スタンプ、このスタンプめっちゃいいな。ついにですね、あの実はチャット機能が 出てちょうど2年、グループチャット機能が出てちょうど1年ぐらいなのかな。でちょっとこのタイミングでチャットをどんどん進化させていこうと思っておりまして、うん、まあ、例えばあなたのアバターで使えるスタンプ機能、こちらちょっと画像はイメージなんですけれども、ね、これ2年前に運営番組でチャット機能出しますって言った時にスタンプの画像入ってたんだよね、確か当時の資料に。そうなんですよね。なんそうなんですよね。まだ出てない。チャット機能出ますっていう時にスタンプっぽいのがちらっとあって、
あったよね。今後出しますって言って。ちょっと2年かかった。これからだね。開発に時間がいっぱいかかっちゃった。開発に時間がかかったのか。クオリティの高いスタンプ用意してる。真ん中はイメージなんですが、ちょっとね、アバターが入力中の時とかにちゃんとひょこって出るとか、まあそういった いね、いろんなところにね、リアリティらしいチャットっていうものを作っていければと思っています。そして、まあね、出たばっかなんですが、ビデオチャットもさらに進化していければいいなと思ってまして、まあ、例えばなんですが、まあ、ビデオチャットしながらゲームができるだったり、そういったこともできればなと思っています。メタローチさん、これやっぱ結構難しそうですかね。まだビデオチャット出たばっかりで、まだまだ基本的な機能しかないんですけど、2022年はこれからどんどんビデオチャットも機能を楽しく使えるように進化していく予定ですので、楽しみにしていてください。楽しみめっちゃ待ってます。チャット機能がね、大幅リアリティらしく進化していきます。ここまでが2022年の新機能の紹介でございました。続いては皆さん気になっている方も多いでしょう、こちらアバターのコーナーです。2021年もね、アバターガチャたくさん出ましたが、ファンファンさん、この中でなんか印象に残ってるアバターガチャってありますか？そうですね、僕はだいたい毎回ガチャをしっかり引くんですけど、この中だと陰陽の百鬼夜行ガチャがとても印象深かったですね。刀が欲しくてしょうがなかったですね。僕もゲットしました。あ、ずるい。あ、持ってる刀。持ってくればよかった。刀が合いやすいですね。うん、引き抜きたくなるね、これね。そうですね、持ちたいですね。構えたい。ということで、今回はですね、せっかく、まあ、アバターのデザインに関わるお二人にいらっしゃっていただいているので、それぞれ順番にご紹介していきたいと思います。今回初公開のね、資料もいくつかあるので順番にいきたいと思いますが、まず一つ目がこちらのガチャについて、青き海の伝説ガチャ。なかなかね、デザインが可愛らしいというかセクシーなやつでしたが、夏子さん、長峰さん、こちらちょっと開発どうでしたか？はい、全部は紹介できないので一部のアイテムだけなんですけれども、そうですね、こちらは待望の人魚テーマっていうことだったんですけれども、ファンタジーテーマって毎回ちょっと難航しやすくって、その例に漏れずこちらも大変だったように思います。こちらのマーメイドドレスをデザイン担当された長峰さん、いかがでしたか？このデザインはですね、ドレスと水着っていう露出度のなんか多さとかをいろいろ加味したりとか、あと全体的に見て美しさをイメージするのか可愛さに寄せるのかっていう面ですごく苦戦した印象ではありましたけども、結果的に右下の決定の案で進行できたので、とてもいいデザインができたなっていうふうには思います。露出の多い衣装って結構難しいですよね。私は肌を見せすぎない方がセクシーだと思ってます。これは、これ K 夏子さん的にはこれは肌はそんなに見せてない？あ、うん、これで見せてないっていうと多分、うん、私の常識が疑われそうなんですけど、これは見せてない方だってことだね。これ見せてない方なんですね。見せてない方なんだね、これはね。なるほど。お腹は隠しました。おへそだけ出してるけどね。おへそ出てるけどね。だっておひせは、いやいや、おへそは長峰さんがどうしても見せたいって最後まで塞がなかったんじゃない？見せたいんですよ。それでこだわりが残ったのか。こだわりのある。なるほど、こだわりがあったんだ。そして戦いがあったんだな。ですね。おへそだけは絶対に見せたかった。おへそ大事。おへそは大事ですね。そうですね。では続いてこちら。おやすみルームナイトガチャですが、これも結構特徴的な袖がね、多分特徴的だったと思うんですけど、いかがですか？でしたね。これはこちらのデザイン、私がデザインさせていただいたんですけれども、ちょっとこの前にファンタジー系テーマのデザインが続いていたので、だいぶ部屋着ってなんだっけっていう風な状態になってしまって、だいぶ迷走して、デザイン企画の焼肉定食さんが最終的に K さんこっちですって方向修正をしてくださって、なんとか着地できたデザインですね。この袖の感じとかね、モデリング考えたら大変そうって思うけど、そうなんですよね。シワの一つ一つを立体的に作って、なおかつ柔らかそうに見せなければならないので、3D 面でも見ててかなりチャレンジングなテーマだったと思います。萌え袖めちゃくちゃ可愛いですよね。これ天才のデザインだと思います。
袖はかなり細かく揺れるように作ってあります。ね、ちゃんと柔らかく動いてるもんね、これね。そして、続いてのガチャはこちら。星降る夜と猫の歌ガチャでございますが、ちょっとね、可愛らしい双子っぽいアバターがいますが、はい、こちらもぜひ伺いたいです。こちらのテーマは当初の企画では実はセクシー系の猫衣装というテーマだったんですよね。なんとでだったんですけれども、そこに今年ご入社されたデザイナーの M さんがストック用に描いた衣装、この左側の絵ですね。これがあって、猫とこの衣装を合わせてさらに季節的にクリスマスモチーフ入れたら可愛いに違いないということで爆誕したのがこちらになります。大事です。はい。すごい。大変ユーザーさんにも人気でしたね。そうですね、こちら結構 F 型もすごい人気だったと思うんですけど、 M 型もちょっと僕個人的には結構好きだったんですが、こちらはあの長峰がそうですね、一番左の最初の初期案は K 夏子さんに書いていただいたものを自分の方でブラッシュアップしてこんな感じかなっていう風にラフを4案ぐらい作成させていただいたんですけれども、これからまあいろんな、いえいえこちらこそ、こちらからいろいろブラッシュアップしていただいて 3D 的にケープの素材で貫通するかどうかとかもいろいろ見つつ、揺れ骨とかもどうするかっていう方向性もケイナスコさんと 3D のアーティストさんと一緒にこう相談しつつ進められたアイテムになりましたね。これやっぱこう星のやつが結構実際にできた 3D も細かく作られてましたよね。そうですね、そう、腰のランタンでいいように揺らせないかみたいな部分とかも、揺らし方とかも最終調整でしていただいたところなんで、結構なんか何でしょうね、こういうタイプのものってあんまりなかったと思うんで、結構チャレンジングだったなっていうふうにも思いますね。うん、あ、確かに細かいところまでこだわりが揺れますよね。そう、うん、なるほど、ありがとうございます。ということで2021年に登場したガチャの、ちょっとね、裏話をお話しいただいたんですが、ここから先は皆さん気になる2022年、ちょっとですね、事前にこう教えてって言って唯一もらえたのがこちらになります。アバターの表現がさらに進化すると、そしてキーワードはキラキラと伺ってるんですけど、ケイナツコさん、これちょっともうちょっと知りたい。そうですね、まだあんまりお話ししすぎてしまうと怒られてしまうので、これだけしかお見せできない、キラキラです。あとは皆さんお楽しみにしていてください。これ左右のシルエットはあれですか、新しいガチャなんですか。それも含めての楽しみなので。ダメなのか。そう、なんかすげえプリンセス感がありますね、右のシルエットはね。プリンセス感がありますよね。果たして本当にプリンセスなのか。あ、これでプリンセスじゃないかもしれない。なこれでプリンセスじゃないのは相当相当あれですね、予想外にきます。各々の解釈です。なんだろう。楽しみということで、いや、ちょっと、ね、楽しみにしましょう。楽しみにしていきたいなと思います。そして、アバターだけでなくてですね、やっぱり開発の方もやっぱりこうリアリティの未来として掲げているメタバースに向けて着々と開発をしています。ちょっとね、今回エンジニアさんからいただいた映像があるので、そちらをご覧いただきましょう。まあ、たくさんね、アバターがこれ何体ぐらいいるんだろうな、100体ぐらいいると思うんですけど、すごい、わらわらいますね。わらわらいますね。でしかもそれぞれ動いて、バーチャル密が表現できる、バーチャル密が、ね、やっぱりリアリティのアバターってね、こうデザイナーさんのこだわりとかもあるので、結構本当に高精細なんですけども、それをね、少しでもやっぱりなるべく軽く多く出すというところもエンジニアさんが今絶賛頑張って開発中となっております。もしかしたら来年ね、そういったアバターがたくさん出るようになってるかもしれないと。たくさんの人が入ればね、100人表示できればパトロワもできますからね。ああ、そうですね、パトロワとか確かに100人出さないと倒せないですもんね。あと集まる系のイベントね、うん、ライブとか、そうですよね、ライブとかだね、確かに。ということで、こちらも、あ、ってことは、でもこれがあるってことはあれじゃない、これができればさ、リア学のさ、番組とかの後ろに立ってる観客席とかもリアルに見に来れるようになるんだね。ああ、
板じゃなくなるんですね。そうですね。見たいね。それは見たいね。確かに。リアだったりですね。あとはまあリアスタ。リアスタもね、客席に実際にリアルタイムに行くことができるようになれば、はいはいはい、楽しみですね。楽しみですね。楽しみですね。はい、ということでここまでがアバターの紹介でした。そして続いてはこちらコミュニティのコーナーです。まずはですね、ちょっと一部のユーザーの皆様ご心配をおかけしていると思うんですが、こういった、やっぱりね、ちょっと悪いこと、規約を違反されるユーザーさんいらっしゃるんですけれども、粛々と順番にね、オペレーター増員して対応しているので、ご安心いただければと思います。でね、ちょっともし見つけたら、ぜひぜひ通報とかでご協力いただければと思います。そうですね、やっぱり、こう、安心安全なね、空間というか、世界でほのぼの楽しく、過ごせるようにするのはすごい大事かなと思っていて、ユーザーさんが増えたりとか、あと日本語じゃないユーザーさんも増えているので、今ですね、いろんな言語でちゃんとですね、こう治安を守るための組織を作ったり対応したりしてますので、ぜひ引き続きご協力してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてですね、本当にここ 1,2 ヶ月のお話なんですが、最近リアリティにコミュニティを盛り上げる仲間が増えました。ちょっとね、お名前まだ出せないんですけど、こちらにいらっしゃる2人ほどね、ちょっと日本だったり世界中含めてコミュニティを盛り上げる仲間が増えました。そこでこれ、似てめっちゃ似てるね。ああ、そうですね。左の方、確かにめちゃくちゃ似てますね。ほぼ実写ですよね。ほぼ実写だったな。実写かなと思っちゃった。結構服の雰囲気もこんな感じの実写アバターなんですねこれ。ということで、各言語各言語各地域のコミュニティを盛り上げたりサポートするチームも作って人も増えているので、お楽しみにってことだよね。お楽しみに。そしてじゃあどんなことが増えていくのか、ちょっと一部ね、実は本当につい最近聞いてきたんですが、こちら、こんな感じでリアリティ盛り上げていきます。まずはもっとね、やっぱ今のリアリティの SNS、Twitter って本当に情報を発信するだけだったんですけれども、もっともっと例えば Twitter であれば SNS でちょっとユーザーさんとお話をしたり、多分ね、世界中でいうと Discord がメインになってくると思うんですけれども、もっとユーザーさんとコミュニケーションを取ってサービスの改善に生かせればいいなと思っています。そして、今回ね、こういった運営番組、だいたい最近だと年3回ぐらいですかね、やっているんですけれども、もっともっと、普段の配信とかの場所を生かして、ゆるっとした運営の配信っていうのも増やしていきたいなというふうに思っております。多分ね、DJ リオちゃんがどん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 配信をやっていく感じになるのかなと思うんですけども。頑張ります。頑張りますと。そして、前々からやりたいという話をしていたんですが、来年こそはこちらオフラインイベント、来年こそやりたい。ようやく2年越しぐらいで延期し続けている。2年越しぐらいで、ちょっとね、いつできるのか状況次第ではあるんですけれども、ね、うまくいけば来年オフラインイベントやりたいなと。やりたいよね、やりたいよね、やりたいですよね。楽しみですね。そして世界ツアーしたいんだよね。ああ、そうですね。だって地域別にユーザーさんが多い地域ではやった方がいいからさ。ユーザーさん多い地域順番に回って。確かに確かに。そうそう。世界ツアーをやりたい。世界ツアーをやりたい。夢は大きく。海外に行きたい。海外に行きたい。はい、ということでコミュニティの活性化、盛り上げにもご期待ください。そして、続いて最後のコーナーとなっております。こちらゲームのコーナーです。いやー、皆さんね、ちょっと気になってると思うんですけど、今回新しいゲームの情報を入手したので、そちらまず動画の方をご覧ください。
なんかすごい、すごかったですね。これは、結構、ちょっと、釣りっていうから、ね、ポチャーンって言って、待つ感じかなと思ったら、アクティブでしたね。結構アクロバティックになってました。そうですね。このドドドドドドって、釣りでドドドって擬音出るっけみたいな、なんかそのレベルの僕も釣りゲームとは聞いていたんですが、なんか、あ、釣りってこういうもんだっけっていう、ちょっと釣りの概念が崩れそうなんですが、せっかくですね、ファンファンさんいらっしゃるのでちょっと伺ってみたいなと思うんですけど、今回どういったものを作ってるんですよね。どうなんですか。そうですね、はい、今僕この釣りゲームのディレクターをしておりますが、そうですね、みんなで楽しむゲームとして考えたときに、やっぱりそのポチャンとして一緒に待つっていう釣りもいいんですけれども、やっぱりその配信に映えるみたいなところとか、どういうことが起きるかをワクワクしながら一緒にやるっていうのが大事かなと思っていて、その今までと同じようにギフトをもらったら何かしらゲームの中に反映が起きるとか、一緒にコラボしながらその起きてくるゲームに対して競争したり協力したりっていうところを楽しむ釣りゲームっていうのをやっていきたいなと思っています。でそれ見ていただくと分かるかなと思うんですけれども、今までのゲームと違って配信で使っているこのアバターのままでゲームができるっていうのが結構売りのポイントかなと思うので、お待ちいただければなと思っております。よろしくお願いします。楽しみ。いやー、これは楽しみですね。これ楽しみだね。いつ遊べるようになるんですか。そうですね、これちょっと時間がかかっていて、やっぱり今までと作りが結構変わっているんですけども、来年の春夏ぐらいを目指したいなとは思ってたりします。え、早く遊びたい。そんなにかかるんですかちょっとね、やっぱりそのアバター動かしてみたりとか、その今回ゲームにちょっと残ってるとしては船を作ったりとか、今までそのゲームとしてのシステムを作り込むときちょっとだけお時間をいただいている状況です。早く。なるほど。当初聞いてた事業計画とは違うけど、気にしないことにしておく事業計画、ちょっとね急にシビアなワードが出てきました。思ったよりあれね、楽しみに待とう。はい、いや楽しみですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、時間が過ぎるのは早いものですが、本日のリアリティアップデートショーケースは以上となっております。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。最後に順番にこう来年の意気込みなんかも聞いてみたいな。そうですね。年の瀬ですから。じゃあまずはメタルおじさん、ちょっと来年の抱負を簡単に伺いたいです。はい。そうですね。リアリティまだまだ作りたい機能いっぱい。いっぱいいっぱいなので、来年も引き続き開発を頑張っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて K 夏子さん、来年の抱負をぜひ。そうですね、もっとみんなの性癖に刺さるアイテムをいっぱい作っていきたいですね。楽しみ。なるほど、楽しみ。刺してほしい。楽しみ。露出がないのかあるのかよくわかんないです。おへそが、ね、おへそは大丈夫、それ中身です。じゃあ長峰さん、来年の抱負をどうぞ。K ナスコさんと一緒になってしまうんですけれども、皆さんのすごい素敵って思う、なんかその素敵って思うあの部分にぶち刺さるような衣装を今後も作っていくので、来年もすごい楽しみにしていてください。楽しみにしてます。楽しみ楽しみ。またおへそが出てくるのかな、多分多分結構楽しみですね。では、ファンファンさん、来年の抱負をぜひ。はい、そうですね、先ほどの話にもあったんですけれども、今そのゲームの開発をめちゃめちゃ頑張っているので、来年こそはしっかりゲームをユーザーの皆さんに届けていきたいなと思ってます。ちなみに今の開発体制どんどん強化中ですので、ゲーム作りたいよって人はお問い合わせ待ってます。作りたい、以上です。お、採用募集、採用募集だ、採用募集、採用募集では最後にDJ リオちゃん、来年の抱負をお願いします。はい、来年もですね、全世界数億人が使うメタバースの実現に向けて開発を頑張っていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。イエーイ。では、本日のアップデートショーケース以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた来年お会いしましょう。メタバース メタバース 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 バイバーイ 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 バイバーイ